どうも、ナエです。今回のテーマはこちら、じゃじゃん。フーリエ変換によるパーシバルの投資になります。はい、これもですね、フーリエ級数展開でパーシバルの投資というものをご紹介しました。今回はですね、なんとフーリエ変換バージョンのパーシバルの投資もあるんです。こちらの導出も行いたいと思います。では次の動画をどうぞ。はい、では早速フーリエ解析の第19章、フーリエ変換によるパーシバルの等式、こちらをご紹介していきたいと思います。ここはですね、ベッセルの不等式でちょっとですね、ついでに出てきた感がありましたよね、パーシバルの不等式って。でもこちらってめちゃくちゃ重要でとても大切なものになってます。ベッセルの不等式はこちらですね、こちらの動画で解説しているので、このベッセルの不等式の動画もぜひご覧ください。この第5章の方にですね、パーシバルの等式の紹介もちょっと載せてあります。ですが今回はフーリエ変換によりパーシバルの等式になります。こちらをご紹介していきたいと思います。形はインテグラルマイナス無限から無限の fx の2乗 dx イコール 2π 分の1インテグラルマイナス無限から無限のラージ f グサイの絶対値の2乗 d グサイとなってます。はい、ここでですね、やはり区分的に滑らかで絶対化積分である関数 fx とそのフーリエ変換ラージ f グサイについてということで、このような条件がやはりいますね。この条件の下でこのパーシバルの等式が成り立つのです。フーリエ変換の式をですね、ラージ f グサイというふうにちょっとですね、表記をまた書いてます。このフーリエ変換ってですね、いろいろですね、表記の仕方が違うので、こういろんなバリエーションを混ぜてみました。こういう表現があったり、ラージ f に仮括弧 fx みたいな前回使ったような表記があったり、このようにですね、f カッコグサイのハットっていう風に書いたりとか、様々なんですけども、どれもですね、同じインテグラルマイナス無限から無限の fxe のマイナス i グサイ x 乗 dx を示します。そしてこの全体はグサイの変数をとってます。これに注意してください。グサイの関数ですね。はい、では早速パーシバルの等式を導出していきましょう。はい、パーシバルの等式です。フーリエ変換と畳み込み積分の性質、この性質ですね、 fx と gx の積のフーリエ変換がこの fx のフーリエ変換と gx のフーリエ変換の畳み込み積分の形になっている、これを利用します。はい、畳み込み積分の式とフーリエ変換の式はこちらです。この2つにより fx×gx のフーリエ変換というものは次のようになりますよね。この fx がこうです、 fx×gx になってます。はい、そして次に右辺のですね、こちらですね、こちらの部分は fx のフーリエ変換と gx のフーリエ変換の畳み込み積分に 2π 分の1が掛け合わさったものになってます。これっていうのはですね、次のように大文字で large f カッコグサイアスタリスク large g カッコグサイっていうふうに書くことができます。はい、これはですね、グサイの部分をグサイ並みというふうに表現したりもできます。このようにするとですね、こちらの式っていうものは畳み込み積分でこのようにですね、グサイとグサイ並みで表現することができます。ここからここはただただ文字を変えただけなので、このグサイ並みっていうのは別にアルファでもなんかオメガとかでも好きな文字にしていいです。ただここではグサイ並みとしただけです。この並みには特に意味はありません。グサイと区別をつけたいだけです。はい、このように畳み込み積分の式が出てきましたね。以上からこのようなですね、式が成り立つのではないでしょうか。こちらとこちらっていうものはこのですね、フーリエ変換と畳み込み積分の性質により出てくる等式ですよね。ここでですね、面白いことに fx と gx を一致させます。そしてかつグサイを0のように取ると、次のようにですね、左辺のここの部分っていうものは、はい、fx と gx が揃うので、そしてグサイは0なので、ここの e の部分がですね、イコール1になる。はい、e の0乗だからですね。そして fx×fx になることから、はい、出ました、パーシバルの等式の左辺ですね、 fx の2乗のインテグラルマイナス無限から無限の dx ですね。そしてですね、さらにこのここですね、このラージ f のカッコマイナスグサイっていうものは f カッコグサイのバーですね。つまりfx のフーリエ変換のところの、このグサイの式をマイナスグサイに変えてあげる。この fx のフーリエ変換である
ラージ F グサイっていうものの、このグサイの部分をですね、マイナスグサイに変えてあげると、それはですね、その大元の FX のフーリエ変換の強弱と等しくなるということでした。この性質はですね、はい、こちら。こちらの動画で解説しておりますので、こちらの動画をご覧ください。これにより、はい、右辺っていうものは次のようになります。この式なんですけども、ここの G っていうものは、はい、FX と GX が等しいことから、ラージ F になりますよね。で、この、グサイっていうものは0にしました。だから、ここはイコール0なので、ここ、マイナスグサイの波だけが残りますよね。はい、そして、ここっていうものは、この性質により、はい、強弱の部分ですね。バーと等しくなります。はい、そして、ここですね。強弱な関係の関数をかけてあげると、絶対値の2乗となり、実数となりました。はい、見てください。ここ出てますよね。2π 分の1インテグラルマイナス無限から無限までの f カッコグサイ波の絶対値の2乗 d グサイ波です。はい。ここ、グサイ波はもう普通のグサイというふうに、また文字を変えてあげると、ここですね。パーセバルの等式の右辺を導出することができました。もちろんこの左辺と右辺というものは等しいということが前提だったので、ここで晴れてパーセバルの等式を導出することができました。めちゃくちゃ面白いですね。このですね、フーリエ変換のパーセバルの等式もですね、またいろいろ使えるので、後々ご紹介していきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。これでフーリエ変換によるパーセバルの等式の導出を終わりたいと思います。この動画が役に立ったな、ためになったなって思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そして応援メッセージの方をよろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。